おはようございます。さあ今週も始まりました。あれ、いない。店舗を間違えたようでございます。さあようやっと今週も始まりました。ういちとひかるの面白いってみー。いやー危なかった危なかった危なかった。がギリ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 、もう開店から15分経っておりますけれどもね。助かりました。助かりました。ではほんとギリ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 、じゃあ止めてきますんで。はいはい、はい、いやー間に合った間に合った。間に合ってねえけど。あ、来た来た来た。いやー、マイク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 、申し訳ございません。さあ何があったか説明してもらいましょうね。申し訳ございません、ね、本当に高速が渋滞してて、ああ早めに出ててよかったなと。でナビに従って車に乗ってましたら、うん、どうも最近来た店だな。ついこの前来ましたね。こんなに連続でやるっけこの番組と思って、うんうんうん、駐車場に行くところで15時開店と、うん、看板があった看板があった大変なこと大変だ。で皆さんに連絡しなきゃと思ったところで、うん、おかしいなってこう携帯を見たら、うんうん、違う店ガーデンヤシオさんに行ってたらしいですね。メガガーデンヤシオ店さんに私1時間ぐらい前にも到着しておりまして、ね、はいはい、1時間以上か。そこから急遽です。そしてここはどこに来たんですか。埼玉県、同じ埼玉県は、埼玉市大宮区、埼玉市大宮区ですね、桜木町にございます、はい。ガーデン北代の店さんにお邪魔しております。申し訳ございません。びっくりしましたよね。予定よりも1時間ほどね、まあまあでも遅れてオープニングを撮っております。オープニングをね見に来たっていうファンっぽい人がいたんですけど、もう帰っちゃった。いや、じゃあもうそろそろ打ってきますっつって、うちに行きました。なんか喋りましょうか。最近のバイスロー何言ってるか。いやもうそんなことよりも早くもうそういうのはいいんすか。早く体裁を整えないといけない。鉄拳3とか結構面白い。面白いですよ。面白いですよね、はい、あれ。ちょっと早く行きましょう。わかりました。では実践行ってまいりますね。いやーほんとさあちょっと早く急いで急いで、もうエレベーター出るよ。トロトロしてんじゃないよ。ちょっともうキビキビ動いて、キビキビ動かないと。そうそうそう、これ電波入ってるんですか。電波じゃないんで。あ、電波っていうか2階です。回転でございます、はい、2階です。さよなら。回転からいいんですか。あれちょっと待って、ちょっともうそういうのやめてください。失礼しました。しくったな。すいません遅れました。鉄拳開いてますよ。鉄拳か蒼天通貨。蒼天をちょっと、蒼天をね、見たいですね。こっちの方がいいっすね、多分。もうギリギリ間に合いましたんで、本当に。さあというわけで今日はね、ギリギリ間に合いました。鉄拳を打ちたいと思います。勝負じゃ。はい、どうもおマットさんでございました。お疲れ様でございます。パチスロ界のユンピョ大木ひかるでございます。チャンピオン高から冷静に考えたらもう33年経ってるんです。なんか俺それちょっとショックだったんですよね。あの映画からもう30年以上経ってるっていう。チャンスね。まあまあダメだなこれも。
木さん見たよだれもののシーンですよ多分。そもそも101ゲームでレア役がベル1回っていうね、この時点でもうないんで、移動移動。もう最近の台はね、1万円以内に初当たりが来ないと朝一勝てる気が全くしないですね。まあ、実際すげえ負けてんすけど、手っ取り早く爆発させるにはもう530ゲームを超えるしかないんだ。それぐらいを超えるとなんか画面が紫になるらしいんだけど、俺行ったことないんだけど。で、777の天井まではもう自力のみになる。ここがね、なんかフリーズの確率がアップしてたりするらしいんで。通過ゼロなんだよな。あ、来た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 、大村コンでございます。あー来た、本日初中段チェリー。おやつだぞ。うわ、そう、2発目、わしゃー、どっちか当たんじゃないですか。来た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 、子役がいいよ、子役が。だレア役がいい、いい。チャンス目、これは外れたらショックだよ。おいおい、あーここまでか。レア役がいい。あ、赤文字です。あー、俺これで外れたことないから、その気分100% 当たります。あ、もう確定か。よし、生涯許しを乞い続けた子孫、主権の子、数年の悲しみの記憶を知らねえよ。あじゃまーす。やった、113G 左負けよし。いやー、さすがにね、あんだけ子役が偏ったらいいよね。ダイも多分俺悪くないんじゃないかなって思います。あとまあ5000円以内に当たるかな。まあ大抵これは攻撃だよ。天気ショー、ほら来た、タクレスケン大チャンス、はい。うわ、うわ、このパターンだ、このパターン。ああ、ダメでした。パンチ、よし。まあまあこれは大丈夫でしょう。はい、長押し、長押しひろゆき。いや、ありますあります、これはあります。はい、つわものどもが夢の跡っつってね。深いところまで連れてかれんのかな。あ、あ、紫になった。初めて行った。
500超えてすんなりなったじゃん。なんだ俺一回だけなんか500超えた時があって、これ行ってんですかって横で打ってた大崎さんに聞いたら、なんかこう紫になってねえからダメだろみたいな。その時530ぐらいで当たったんですけど、ちょっと鉄拳3を見に行きたいと思います。547、早くない？547って。ん？何があったの？バトルだよ。ゲーム数ないはずなのに、もうどっちか当たってんですよ。何で当たったの？なかなか勝てないはずよ。来たんじゃねえよ。弱い。いやー、やられた。復活あるかな。頑張れ。あーあー。で、まあ拳30からスタートね。要は30ゲーム持ちでスタートなんで、その間になんとかボーナスを引っ張ってくると、またこれの上乗せチャンスになる。でここも内部状態があるんで、早い時は本当もうものの数ゲームで当たります。はい、当たり。キングの演出の時はこれが一番気持ちいいんで、鉄拳ラッシュ中は僕はずっとキングでやっております。背景が青いんで、青7か赤7、今どっちもある状態。弱い方です。最中にレア500でしか拳の上乗せ抽選が行われないんで、とにかくレア500を引かなきゃいけない。あれが赤7だとマイゲーム上乗せ抽選が行われるんで、まあ、そこそこ乗るんですけど、こっちだとほとんど期待持てないですね。乗せなしでボーナス終了です。残り22ゲーム持ちでもう1回鉄拳ラッシュスタート。ひどいわ。散々な結果でした。立ち込める、もう本当やだ、本当にやだ。レア子よ。ああ、チャンス目。お、ありそうだね。赤扉でも黄色だな。これ成功したことないよ。あ、背景赤い。初めて初めて。避けんのかな。おお。
初めて避けた。鉄拳ちゃん。あれ、もう終わり？弱いね。だけど、まあ、鉄拳チャンス当たってるんで自力でしょう。さあ、これ揃えばいきなりボーナスが始まります。結構揃う。はい、弱い方。一応シャオユーとかジンもやっときますか。拳5っていうことなんで、さっきのチャンスゲームが5ゲーム伸びる感じになりますね。おい、来た。 OK。 OK。 あ、やった。ラッキー、ラッキー。だったね。ドーン。お、いった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 。当たりだ。オーケー。赤だよ、赤。自利品なんですよね。これまず、そう今シャオユーにしたからシャオユーステージの演出。他はなんかパチンコのリーチ演出みたいのになってボーナス告知が行われる感じ。違うか。ああ、これ疑似連だね。はい。ああ、もう行ったかな。はい、止まる。ああ、来た来た来た、軍来た。嘘だよ。当たるよ、当たる。え、初めて見た。待ってろ。あっ、
チェリーのボタンですんでね、 100% こう、あ、これ確定チェリーとかじゃない？およねこブーニャン出ました。あ、竜猫が歩いてる。おい、やべ、何これ。あ、6、なんだよこれ、なんだろうこれ。はい、あ、来た、あ、レインボー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 。だから言ったじゃん、パチスロ面白いって。俺ずっと言ってたよね。終わった、行きます。はい、なるほど、価値格、価値格、これ、やったー、ラスト、おい、デカプッシュ、はい、データレインボー、あじゃまーす、レインボーレインボー、おいおい、すーげー、アニメアニメね、いいよいいよ、ああこ、もうレインボーってんじゃん、この人じゃんね。えちょっと見よう、初めてなんだね。あ、これは普通の戦いか、これは。うわいしょい、これは100以上だよね。はい、さあ来ただろう、さあ来ただろう、あれ普通なんだけど、普通なんだけど、普通、いやいやいや、ないないない、出た、嘘でしょ、全然大したことない。そっから2連目、あ、セーフ、うわー、ダメだダメだ、あー、3、4、5、6、7、はい、ああ、吉光でレア子役出ないときはもうなんか始まってますよ。これはまあ当たるね。OK、23本。いいよ、やっぱね、キングが一番。
弱いな。遅えわこれ。遅えわこれ。あー宿命の道。第3ステップまで行ってほしい。よしよし、もう一丁行こう。ついでだよ、ついで。どっち？少しはやるよ。あ、違うのかな。ほら、そんな眠い子に。眠い眠い、そんなの。おい、リール。あ、確定だ、確定、確定、これ確定。よし、あ、じゃあ回す。おはようございます。あ、2次元、2次元残してって。おお、中押しチャンス。何狙えばいいのか分かんないけど。はい、よし、赤来たー。下だろこれ。はい、まだ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 、よいしょやりました。聞いてます？はい、前半戦終了聞いてますよ。ま、待っても俺そう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 、あのね、徳さん多分なんとなくあの気にしてるでしょ、朝の件。誰も何とも思ってないからね。大丈夫です、そんな。ズバピタ一緒一緒。デレマはなしでしょ。いや俺はあるんですか。200枚ぐらい、200-300枚です。ああ、いい、いい勝負です、本当に。で、まだ今あの上海っていうとこ行きましたんで。どこに行ったんですか。上海。今行ったんですか。今途中です、上海30の。ああ、すごいすごい。一回あの特殊チェリーっていうのを引いたの初めて、竜が出てくるやつで、6ゲーム間で中段チェリー引くと勝利確定ってやつ。知らないですね。知らないでしょ、俺も初めてだった。そしたら勝利確定が来て、それで上海行ったり、まあ500枚で終わったんですけどね、1回。出玉的にはまあチャラぐらい、何枚ぐらいあるの。チャラはないですね。じゃあ本当の勝負だ。そうそうそう、まあ、勝負してるわけじゃないんで。おっとっとっと、初めて勝つのこれ。初めて、初めて俺初めてこれで勝つ。おいおい、逆押しチャンス。人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週火曜最新、ウイチとヒカルの面白いテレビ。毎週水曜配信、嵐と松本。毎週木曜配信、魚拓とナルセの土とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。